皆さんこんにちは、作曲家の近藤薫です。このチャンネルはですね、ギター弾き語りをするのに、難しいギターの技術は別に必要ないんだよってことをお伝えしたりとかですね、ギター初心者の方たちに、ギター弾き語りの楽しさとかね、素晴らしさをお伝えしようという、そんなコンセプトのチャンネルでございます。もしね、初めてご覧になるっていう方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本日はですね、ギター弾き語り、まあストローク弾き語りには絶対必要な技術ですけども、かっこいいストロークをするためには、迫力のあるストロークをするためにはというテーマでお話をしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。はい、かっこいいストロークをするためにはというお話なんですけども、このチャンネル以外にですね、インスタグラムもやっておりまして、インスタグラムの方でもギター弾き語りに特化したね、メッセージを発信しておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。皆さんはギター弾き語りをですね、どんなスタイルでやっていますでしょうか。まあこういうね、ピックでストロークする方もいらっしゃれば、フィンガーでね、弾く方もいれば、このね、爪とかでね、ストロークするタイプの人もね、いると思いますが、まあ、このチャンネル見てる人はですね、初心者の方たちが多いと思うので、ピックでね、ジャガジャガやっているやろうとしているっていう方は多いと思うんですけども、生徒さんから本当にストロークが、うまくできないとか、すごく音量が出せないとか、かっこいい迫力のあるストロークが弾けないみたいなことをね、よく質問されるんで、今日はですね、まあ、それに回答するような感じの動画になるんですけども、まずストロークを出すときに、音量差、ちっちゃな音から大きな音量まで、コントロールすることが、大事だと思います。ギター弾き語りはですね、1本でね、こうメリハリをつけていかなくちゃいけないので、音量差をつけた弾き語りっていうのがまず絶対必要なんですけども、僕がですね、ギターのストロークをするときに一番必要だと思っているポイントは、振り抜くときの、スピードだと思っています。で、音量を出そうと思ってみんな力強くこうやってね、ガシガシやる人がすごく多いんですけども、もちろんその姿勢も大事なんですけども、それより振り抜くスピードが大事だと思います。例えばですね、みたいなパターンのストロークがあったときに、やっぱりこう大小音量をこう出さなくちゃいけないんで、すごく強くこうね、叩こうとしてしまう、人が多いかなと思います。それより、振り抜くスピードを、速くすることで、粒立ちがこう揃ったり疾走感が出たりとかするので、音量差は意外とそんなにそこまで出してなくてもすごくかっこいいストロークになることが多いです。で、良い感じでこう振り抜くスピード感のあるストロークをするために、じゃあどうすればいいかっていうとですね、もうこっちのね、このスナップがすごく重要になると思います。ここで、肘をここね、起点にして、こういう感じでストロークをやってしまうと、なかなかその、振り抜くスピード感が出せないので、ここは起点にしてこう動かすんですけど、この中で、手首のね、このスナップを効かしたストロークが大事になると思います。ですね。あとはピックのね、こう持ち方。ピックを強く持ってしまっても、なかなかこう弦にこうしなってくれないので、この持ち方というか、こう掴み方ですね、この力加減も、ちょっとね、研究する必要があるんじゃないかなと思います。まあ、強すぎてもダメだし、優しすぎてもダメっていう言い方になってしまうんですけども、このピックがですね、弦に当たった時にしっかりこうしなってくれるのはね、それぐらいの強さの感じをですね、何回も練習して自分なりの持ち方を見せてほしいと思います。はい、かっこいいストロークをするためにっていうことでまとめるとですね、振り抜くスピードを、速くしよう。で、その振り抜くスピードを速くするために気をつけることは、手首のスナップをちゃんと使うってことと、ピックの握る時の強さを、しっかり意識しましょうっていうこの2点です。こっちのストロークが、できるだけで、こっちは本当にシンプルなコードを押さえているだけで、かっこいいストロークはできますので、その辺のポイントを押さえるだけで、こっちはすごく簡単なコードを押さえているだけでもめちゃめちゃかっこいいストロークができるはずなので、
ぜひね、こっちのストロークを極めてください。冒頭にも言いましたけども、弾き語りをするのに難しい技術は必要ございません。で、こっちでね、すごくかっこいいフレーズを入れるとか、カッティングとか、やるっていうのも、もちろん憧れのスタイルかもしれませんけども、まずそこじゃなくてですね、基本的なところをマスターしていってみてください。はい、とても短い動画になりましたが、そんな力をするだけで、かっこいい弾き語りに一歩近づくと思うので、ぜひ頑張ってください。またね、これからもね、弾き語りのワンポイントアドバイスとかね、取っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。